皆松下さんも見るだから自分と同じ役も見れるしでこうスイッチする役は両方こうねそれぞれの色があるしそれでいてこう日本っぽいまあ日本の一応テーマにした話だからもちろん日本っぽいんだけどやっぱりなんかこう海外の目線で。 捉えられているなんかその空気感もあるのでなんかね異様な異質な雰囲気だなってもう最初思いましたねあの言葉は日本語でもちろん日本人が演じてるんだけれどもどこかやっぱりあのなんか例えて言うと海外で入ったお寿司屋さんみたいな感じなんかこうあれ本当にこの人 日本人定員さんみたいなそれでこういうなんかちょっとシャリでかいなみたいななんかちょっとした違和感があるんだけどその違和感が別に面白いっていうかでも日本の言葉で日本の文化を表現しているんだけどどっか,すっかあの悪い意味じゃなくてなんかガラーンとしてるというか混沌としてるっていうのかな。なんかこう 日本独特の行々しさみたいなものが何か所々あったりなかったりしてそれは多分作り方だと思うしこの太平洋局のなんか台本からも何か読み取れるなんともだから今や,やるには何かすごく面白い作品になるんじゃないかなというふうに思いますね。彼自身も あのパフォーマーでもあるのでパフォーマーのなんかこう道理だったり気持ちも汲んでくれるしそれでいて日本のことももちろん勉強してるしでもこう日本でこれをやることによってこういうふうにやるとこういうどういうふうに見えるんだろうっていう本当にあの素直にそういうね疑問も僕らに聞いてきたりもするしなんか非常にこううん。 楽しんでやってる感じがすごく受け取れますねまだね今のとこ,こ,こ頭の中で12345123とかって数えながら拍をら4拍の曲もあるんだけどこっから3拍になってなんか3拍子になってるとかこ,ここだけ4分の5なんだよなとかで音程もこっから上行きたいのになんか変なとこに行ったりとか。 そういうまだちょっと僕は段階ですけどあのでもね覚えたら覚えたできっとすごく印象的なんだろうなと思いますね。なんて最初に聞いた時にやっぱり「えっ?」ててんか耳をちょっとこう寄せたっていうか傾けたっていうか「どこ行った音今」みたいなそれで今何泊になってるみたいなところがやっぱやる方としてはねあの聞いてる人の方は多分。 なんか不思議な面白い旋律だなと思うのかもしれないけどやるってなるとやっぱりこう解読するのになるほどなってそっからこっち行ってんだみたいな方あるから、まあ、全曲って言ってもいいのかななんかよく歌えるなと思うみんななんかそれ合ってるっていうところの音を出したりするかなちょっとなんかそういう何て言うのかなサインを逃しちゃうと。 割とこう見失っちゃうう危険があるようなでも逆に言うとどう間違えても絶対分かんないだろうなっていうそこも非常に面白いなんかなんかすごいこう自分のこう血になるまではちょっと時間かかりそうだけどまあ血になってしまえばなんかこううまく流れるのかなみたいな気はしてます。いいやあのね舞台装置がまずパッて見た時にすごい さっき混沌としてって言ったんですけどなんかイメージが思ったより抽象的で僕はあ面白い出発点のこう何ていうのかな絵面だなと思ったんですよ頭例えばすごい襖があったりとかでっかい襖がパーンって閉まっててでそれがガーッと開いてんか始まるとかちょっと日本っぽくやるのかなとか思いきや割となんかなんだろうなハムナプトラの。 なんか砂漠のなんかねなんかそんな色合いでなんかそういうところもあ面白いところから始めていくなってだから多分ギャップをすごい作ろうとしてるのかなと思ってその現代とまあ一応狂言マンションは現代のっていう設定に今回はしてるのでそっからその語られたその1853年とかその時代にこうタイムスリップじゃないけどまあ その話は引っ張り出すっていうところのギャップをやっぱりなんか。ちょっとつけた。感じなのかなと思うので。多分ね、こう。目ですごい楽しめる気がしますね。あの、まあ、音楽と。あの、もちろんお芝居とか歌って思ってたんだけど、割と意外と。なんかこうビジュアルでも。楽しそうな、楽しそうっていうか、なんか。うん、遊んでる。うん。 引き込まれるるようなな魅力があるんじゃないかなとの皆さんに何ていうのかなこの太平洋序曲のよりなんかこう深まったものというかよりこう楽しんでるものよりなんかこう鮮明になってるものだからこうエッジの効いたものがきっとお見せできるんじゃないかなと思うのでぜひ皆さん見に来てくださいミュージカル「太平洋序曲」劇場でお待ちしております。